皆さん、英語のソータです。皆さん、英語で会話をしているとき、相手のお話にどんなリアクションやどんな相槌を取ればいいかわからないときありませんか？あると思います。英会話のときは、日本語の会話のときのように、はい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 、はい。で、会話の途中であんまり入れない方がいいんですけれども、適度な量で使うとネイティブっぽい相槌フレーズをご紹介したいなと思います。これを使えばネイティブ英語っぽいシリーズー、ボリューム2。あは、うふ、ふう、おはピッピソータ。へい。ソータさ、こんにゃく畑のゼリーが好きって言ってたじゃん。うふ。でもあれ、どう見てもこんにゃく入ってないなと思ったんだよね。うふ。だから俺なんかもう納得いかなくなってさ、マンニャンライフのこんにゃく畑に電話したんだよね。あは。以上。Right. That's true. 確認事項があるんだけどさ。うふ。この魚肉ソーセージとアルトバイエルンは分けて並べた方が良かったんだよな。 Right. その方がよく売れるんだもんな。 Yeah, that's true. Wow, great. Wow, cool. Wow, nice. 俺さ、昨日デート行ってきたんだ。Wow, great. でさ、シャンパンのクーポン券使ったんだよ。 Wow, cool. だからめっちゃ安かった。 Cool.あとポイントカードもたまったぞ。ナイス。Really? Seriously? No way! そうだ、俺別れた。Really? シャンパンに割引券使う男なんて嫌だって言われてさ、mm-hmm. ポイントカード使う男も嫌だって言われてさ、mm-hmm. カード全部没収された。 Seriously? せっかく食べたのに。でさ、シュレッダーにかけられた。 No wayOkay, I see. 今度我が社に訪問に来るキュリー夫人はキュウリが嫌いらしい。だから気をつけておくれ。Okay. キュウリは出すなよ。Okay. 自分と同じ名前なのが嫌らしいぞ。I see. カッパも嫌いらしい。I see. はい、いかがでしたでしょうか。シチュエーションごとに分けて僕がよく使うものをご紹介させていただきました。日本語でも僕たちそんな多くリアクションしないと思うので、このシチュエーションの時はこれを言おうというある程度の言葉をピックアップしておいていただければなと思います。ですが欧米人はあんまり会話の隙間にリアクションは入れてこないので、相手が無言になったぐらいの時に入れるようにしてみてください。入れすぎ注意です。今日のこのシリーズの動画を気に入っていただけましたら、高評価とシェア、そしてチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。もう皆さんのいいねは僕のモチベーションにつながりますので。あと、こんな場面で使える英会話フレーズを教えてくださいというリクエストもコメント欄にたくさん書いていただければなと思います。 Twitter と Instagram ストーリーは毎日更新してます。僕の英語ディスカッション力を見ていただける英会話ラジオ番組、台本なし英会話レッスンはアメリカ人ネイトと毎週配信してます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。